はい、こんにちは、のぞみでございます。今、夕暮れな石垣港離島ターミナルにいるんですけども、今日は電動キックボード飯屋さんで借りまして、今日はね、亜鉛観光のフェリー乗せて小浜島に行きたいと思います。以前の動画もキックボード上げましたけども、以前はですね、石垣市内から車に乗せて名倉湾から米原集落までキックボードを走行したシーンをお届けしましたけども、今回はちょっと離島に行ってみようということで、亜鉛観光さんのフェリーでしたら石屋折りたたんで乗船できるということで、今日はね、お天気も良さそうなんで小浜島に行きたいと思います。 こちら電動キックボードね、はい、で折りたたんだ状態が向こうのここ、折りたたんだ状態でありますので、この状態で乗船したいと思いますので、よろしくお願いいたします。で、ですね、まあご覧の通り原付免許がいりますのでご注意ください。そしてヘルメットも借りられますのでね、よろしくお願いいたします。今日は11時半のフェリー乗りまして、3、4時間小浜島楽しんで帰っていきたいと思います。4時間で2000円のプランでございますので、よろしくお願いいたします。じゃあ今から亜鉛観光のフェリー乗って小浜島に行きたいと思うんですけども、電動キックボードなんですけども、船に乗る際はですね、荷物扱いになるので、このようにバッグの中に折りたたんで入れますので、下がこうタイヤ出てますので、こういう感じで引っ張って乗船する感じです。こんな感じね。で今から11時半の小浜島に行きたいと思います。で、小浜島に着いたら向こうの亜鉛観光のフェリーさんの受付カウンターでこのバッグは預けれるという形でございますので、結構人いますね、はい、じゃあ行きたいと思います。で今乗船しまして、このようにキックボードを折りたたんだところは船内の荷物置き場に、ね、置く感じでございます。さあ小浜島到着でございます。折りたたんでるね、電動キックボードをね、このようにしまして、カバーは亜鉛観光の受付カウンターで今預けてきました。見てください、どうですかこれ、最高ですよ今日もね。小浜島、今から電動キックボードに乗ってね、ちょっと島内回っていきたいと思います。簡単にね、ちょっとここだけ取ってくださいね。非常に原付と同じ、これ両サイドブレーキですね。でこれがこれでアクセルになりますね。でまず電源入れますね。でスタンド上げてちょっと行きましょうかね。もうこれだけですから、助走をつけて走っていきます。さあ天気がいいのでね、めちゃめちゃ気持ちいいですね。今親指映ってますかね、これがアクセルで、これね、この親指のところがアクセルで、これで速度調節、時速が今だいたい18キロ19キロですね。さあ電動キックボードならですね、坂道もね楽々上がっていきますよ。ちょっともちろん速度は落ちますけども、それでも今15キロ、結構ね勾配きついんですけどもね、小浜島は結構アップダウンがある島なので、まあ、電動自転車、電動キックボードがねおすすめでございます。ちょっと自転車だとひょっとしたら体力的にきついかもしれないですけど、さあ上り終わりまして、また平坦な道にね来ます。
最初にやってきましたのがこちら、ウミンチュ公園。小浜港からですね、ちょっと一番遠いところですね、キックボードで何分ぐらいですかね、まあ20分ぐらいは走ったと思うんですけども、港から何回りかな、南の方を通って小浜ハイウェイ通りまして、端っこ細崎と書いて久場崎でございます。そして皆さん見てください、あちらマンタの形をしてます、マンタ展望台でございます。めちゃめちゃこう景観がすごい素晴らしい、そして人がいない、最高ですね。あね、ちょっと後ろはヤギールなどで映しますけども、さあヤギールがいますよ、ヤギールね。でちょっとねマンタ展望台にね上がってみたいと思います。海の家、海の家じゃない、海の、あ、色が素晴らしい、結構引いてますね。引き引きですね、はい、こうね。そして目の前、西表島でございます。はい、西表ね、風も穏やかですごいね、今日心地いい感じでございます。マンタ展望台でございます。さあ次、電動キックボードでやってきましたのがこちら、コハグラソウでございます。 NHK のドラマチュラさん、皆さん見たことございますか。はい、ヒロイン役の撮影舞台のお家でございます。国中涼子さんとかね出てたと思うんですけども、こちらでございます。建物がね沖縄らしい赤瓦の建物、そして目の前の壁がね貧墳と言いまして、魔除けの壁でございます。そしてこちらはですね、登録有形文化財に指定されておりまして、まあ、個人のね民家のためね、敷地内は立ち入り禁止でございますので、くれぐれも皆さんご注意してください。いかにも沖縄らしい古民家でございますね。実はね僕チュラさんね、お恥ずかしい話、ちょっと見たことがなくて、先日見ましたけど非常に面白かったです。チュラさん、はい、小羽倉荘からお届けいたしました。さあ実はですね、こちら民宿ミアラさんなんですけども、なぜここを紹介したかと言いますと、実は元ダパンプの忍さんが経営する民宿ミアラでございまして、今度小浜島来た時は僕ちょっとここの民宿ミアラさんに行ってぜひ泊まってみたいと思います。ちょっと YouTube で見ましたけどね、ミアラさんもなかなか気さくでいい方だなと思うように映ってましたけど、ね、ちょっと次回を楽しみにしてね、またこちらに行きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ではもうどんどん行きましょうか。次、もうちょっと喉乾いたんで商店行きたいと思います。続いてやってきましたのが前本商店でございますけども、なんと外出中でございます。残念、ちょっと入りたかったんですけどね、ちょっと飲み物だけ買ってね次行きたいと思います。前本商店でございます。次にやってきたのがこちらでございます、シュガーロードでございまして、こちらもチュラさんで舞台になりましたシュガーロードね、主人公の国中涼子さん結構ねこの道を通ってた感じなんですけども、
前はね両サイドにねサトウキビ畑がたくさんあったんですけども、まあ、今は一部サトウキビ畑が残っている感じで今ちょっともう牧草になってたり、という感じでございまして、今からこのシュガーロードをねキックボードで降りていきたいと思います、ね、左側には海が見えてとても景観が素晴らしい場所でございますので、シュガーロード走っていきましょう。さあ最後に到着しましたのが小浜島最高峰宇布岳でございまして、ちょっと 何段階段登るかわからないんですけども、行きましょう。もうちょっと帰りの船が迫ってきておりますのでね、行ってみましょう。見てください、ずっと階段です。これ何段あるんでしょうかね、これ。さあ頑張りましょう。来ました、小浜島最高峰宇布岳でございます。海抜99メートル、入り口から階段でね 1.4 キロかな、100メートルもうまともに上がってきた感じで結構しんどいですね。どうですか、正面に見える島が石垣島でございまして、小浜島港ね、そしてこちら方角的にはこうですね、天気が良い日は波照間が見えますね、アラグスク、そしてこちら黒島ね、そしてこちら鳩間島の方角でございます。結構階段急です、ですのでお茶かお水持ってきてくださいね。まだ今日暑くない方ですよ、これ真夏めっちゃ暑いと思いますので、ただ景観は本当に素晴らしいです、はあ、ちょっと休憩して、なかなかいい時間になりました、港に戻りたいと思います。では小浜港に戻ってきたので、またこの電動キックボードを畳んでカバーの中に入れたいと思います。よし、また石垣離島ターミナルに戻ってきました。今回の動画はですね、亜鉛観光さん e シェアで電動キックボードを借りまして、亜鉛観光の船に乗せまして小浜島まで行きました。今日はね11時半の船に乗りまして、石垣発で小浜島発が2時45分、実質ね小浜島2時間半だったんで、ちょっとね時間が結構弾丸だったかなっていう気はしますので、もうちょっとゆっくりできたらいいなと思いましたけども、まあ天気も良くてね結構楽しめました。今回の動画は電動キックボードで小浜島お届けいたしました。次回の動画はねホテルのレビューをお送りしますので、また次回の動画で
お会いしましょう。じゃあね、返しに行ってきます。では。